おいお前、うちの会社に入りたかったらな、労働組合入んな、そしたら雇ってやるよ、助けてくれ、わはーっていう風になったら助けを求めることができますよ。おいお前、労働委員会に言ったな。はい、どうもこんにちは、ここみなりチャンネルの俊介です。今日は経済部分の第18項、日本の労働者の権利についてやっていきたいと思います。まず日本の労働者の権利、日本国憲法第27条、すべての国民は勤労の権利を有し義務を負う。賃金、就業時間、休息、ちょっと休息の字間違って、休息、その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めると。第28条、勤労者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動をする権利はこれを保障する。まあ、労働者の権利をね、認めてるわけです。で、その中でもまあ一番有名な代表的な権利、それが労働三権と呼ばれるものです。一つ目、団結権。これは労働者が労働組合を作ることができる権利です。労働者たちが団体を作って、まあ、使用者、上の人たちに抗議することができると。まあ、そういう団体をね、作れるよ、団結できるよって権利。これは団結権です。次、団体交渉権。これは労働組合が、まあ、労働組合代表者を通じて使用者と交渉できる権利です。そのままですね、団体交渉権。これも重要な権利と言えるでしょう。最後、団体行動権。こいつが一番インパクトの強い権利になります。争議権とも言いますが、労働者自らの要求を使用者に認めさせるために争議行動を行う権利。例えばストライキだとか言ってね、やったりとか、めちゃくちゃサボタージュだってサボりまくったりとか、そういうやつが団体行動権になります。別にそれやってもいいよというふうに法律、いや憲法で認められてるわけですね。しかし、その労働三権はですね、公務員はちょっと制限されています。まず公務員一般職の争議権は認められていません。公務員一般職。なんか事務やったりね、まあ、市役所の人とか、とにかく公務員一般職の人は団結権とか団体交渉権はあるけど団体行動権はありません。だからストライキとかしたら困るってことですね。でも公務員一般職じゃなくて警察、消防、自衛隊みたいな、もっとね休まれちゃ困るやつら、自衛隊、消防、警察、こういう人たちはですね、団結権も団体交渉権も団体行動権も全て認められていません。この辺はね、覚えておいてください。で、公務員の待遇政策は人事院勧告によって行われることになる。まあ、そこをね、ちゃんと決める組織があるよっていうお話。で、ここからですね、労働三法、前回のラストにあった法律3つのうち2つについて説明していきます。労働基準法、労働組合法と今回やっていって、次回、労働関係調整法の話をしたいと思います。まず労働基準法ですが、これは労働条件の最低条件を定めた法律です。例えば1日8時間までですとか、週40時間までですとか、そういう風にね、最低ラインの基準を決めた法律ですね。で、それを監督するやつらがいまして、労働基準監督署っていうところがあります。そこが労働基準法破ってるところだったら、わーいっていう風にね、言いに来るわけですよ。で、次、労働組合法です。労働組合法、労働三権の保障と労働組合の保護を規定すると。で、まず争議行為の保障、ストライキなどの争議行為で発生する組合の刑事民事上の責任の免除、これはですね、まあ、ここでさっき規定した団体行動権、ここでストライキだとかやる権利が認められたじゃないですか。そいつらはもうそのね、団体行動を起こすにあたり、少々法に触れることをやってもまあまあ多めに見るよっていうね、特殊ルールがあるんですね。これは結構すごいことですよね。だからもうストライキとかして法に触れても大丈夫と。やっぱりこう団体行動っていうのは憲法で認められてますから、まずだから多少法律に触れようともね、こっち優先っていうわけです。次、労働協約の締結。労働協約を優先適用し、労働協約の基準に達しない労働契約は無効とする。まあクソみたいな労働契約を結んでたらそれは無効にできるっていうことです。次、不当労働行為の禁止。まあ、不当労働行為っていうのは、使用者が労働者に対してね、まあわけわかんない、まあダメなことをすることなんですけど、それを禁止しています。不当労働行為の例が下に書いてあります。上から不利益取扱い、組合員であることを理由に不利益な取扱いをすること。おいお前、労働組合入ってるだろ、お前はな、給料下げてやるよとかですね。応権契約、組合への不加入や脱退を条件とする雇用契約を結ぶ。おいお前、うちの会社に入りたかったらな、労働組合入んな、そしたら雇ってやるよ。これがまあ応権契約ですね。団体交渉拒否、まあここで保障されてる団体交渉権ですね。これでまあ代表者がちょっと給料上げてくださいみたいな感じで交渉を申し込んできたのを、いやもう今忙しいからダメみたいな感じにやること、これもダメです。支配介入、労働組合の結成運営を支配干渉すること。労働組合は使用者に対して、まあ、やっぱり独立した組織でなければならないので、もうね、例えばもう使用者側が労働組合を支配できたらそれはもう意味ないじゃないですか。なのでこれも不当労働行為に当たると。次、経費援助。
労働組合の運用資金を援助すること、一見これはねありがたいんじゃないかと思うかもしれないですけど、労働組合からしたらね、資金を援助してもらってたら、まあろくに逆らえなくなってしまうんですね。うわでもお金もらってるしな、うんみたいになっちゃうので、このね経費援助ですら不当労働行為に当たります。まあ賄賂みたいなもんですね。だからこういう風に不当労働行為をされていると、助けてくれうわーっていう風になったら助けを求めることができますよ。それが、まあ、労働委員会です。労働委員会は、まあ、労働をね、いい感じにする委員会だと思っていただければ。まあ、ここにですね、助けを求めることができるわけです。国に中央労働委員会、都道府県に地方労働委員会というのが設置されています。まあ、とりあえずここがですね、いろいろ助けてくれるっていうわけです。でも、これ、ここにね、チクったことによって、よりいじめが悪化する場合があるんですよ。おい、お前、労働委員会に言ったな。てめえは、クビだ!みたいな風になると。それでまたいじめられたら、いやまたいじめられたよ労働委員会って言ってですね、また助けを求めることができます。これはまああれと一緒ですね。いじめられてますと、うわいじめられてる、先生に言おう、先生にチクる、したら先生がそのいじめっ子を叱ると、でいじめっ子がお前先生にチクっただろうっつっていじめられる、うわ先生にチクったってことでまたいじめられたよっつってまた言うことができるってことですね。というわけでこんな感じです。次回はですね、ちょっと2ページ分あるんでハードですね。ちょっとねページをね、またぐ関係でですね、まあちょっと2ページ分になってしまうんですが、ちょっとね、労働関係調整法の後と、現代社会の雇用環境ということでですね、まあちょっとなかなかハードかもしれないですね。ただ内容が全然難しくないから、意外と早く終わるかもしれないな。ということでですね、まあ僕も頑張りますんで、皆さんも一緒に頑張りましょう。じゃあ受験までファイトだということで、最後まで見てくれてありがとうございます。